どうもこんにちは、ポトフです。今日もね、キングヌーの話をしたいと思うんですけども、昨日って言ってもこれいつ聞いてもらうかわかんないんであれですけど、M ステにですね、キングヌーが出てたんですけども、見た人いるでしょうか。私はですね、だいぶ前からアルバムセレモニーね、この間出したばっかですけども、1月15日にセレモニーを出して、その2日後にキングヌーが M ステに出るよっていうのをね、ツイッターかなんかで、メンバーのツイッターかなんかで見たんですよ。あ、そうなんだと思って知ってたんですけども、当日忘れてまして、そしたらね、だけど帰って、息子がねテレビの前で このチャンネルで合ってるねみたいな感じでね、スタンバってるわけですよ。何かなと思って、あ、そうか、今日なんだと思って、あ、じゃあ俺も見ようと思ってね、息子の隣に座って見てたんですけど、けどなんか CM とか流れて、ウォーキングヌーだみたいなのあったんですけども、なかなか出てこなくて、引っ張るみたいな感じではあったんですけども、これにはね前振りがあってね、12月に出したシングルティーンエイジャーフォーエバー、この曲やるだろうとは思ってたんですけども、そのミュージックビデオですよ。これがね、見た方はいつ分かるかと思うんですけども、今までとは全く結構キングヌーのさ、ミュージックビデオはいつもかっこよかったり、ストーリー性があったりとか、常田さんがね、作ってるデザイン集団というプロダクト集団というの、で作って、ビデオも作ってて、結構かっこよかったりするのよ。けど今回のティーンエイジャーフォーエバーはいきなり、井口が走ってる、これね、ファンの人ではもう定着してるんだけど、綺麗な素晴らしいファルセットボイスで歌う、ボーカルの人は井口さんで、ラジオとかで下ネタをばっかり言って、変な行動をするのが井口とですね、井口と井口さんはね、別人格としてファンとしては認知されてるんですけども、ティーンエイジャーフォーエバー、ミュージックビデオを、井口に乗っ取られてる感じです。井口さんが出てこないっていうね感じなんですね。これ見てもらわないと分かんないんだけど、いきなりタンクトップと短パンで走ってくるところからなぜか始まる、今までとはタッチが全く違う映像なんですけども、これね、メンバーがそれぞれ100万円ずつ、1人100万円ずつ持って好きなことをするっていうのを収めた、ドキュメントムービーみたいなのが、あれです。これだけどね、デビューして、ちょうど1年ぐらいなんですけど、この1年でね、売れたわけですわ。売れに売れて、で去年なんかもうみんな忙しそうでさ、もう旗から見てても行き急いでるなっていう感じの中、100万円それぞれが持って好きなことをするっていうのを収めた感じで、それはそれで面白かったんですけど、なかなかドギムは抜かれましたよ。最初 PV それ走ってくるのは、ティーンエイジャーフォーエバーはさ、ソニーの、ワイヤレスイヤホンのね、ノイズキャンセリング付きのワイヤレスイヤホンの CM で、それがまたかっこいいんで、そのギャップだよね。で、なんか自分常田さんの、インスタをフォローしてて、ちょっと前にさ、インスタのストーリーでさ、なんかロシアに常田さんが行ってるのが上がってきてて、なんでロシアいるんだろうと思ってたんですけども、そのミュージックビデオのためだったんでねっていうのが分かったんですけど、答え合わせができたんですけど、っていう前振りがあってですよ。で、M ステですよ。で、これもう一個前振りなんだけど、 M ステはもうね、それこそ去年の頭の方に出たらしくって、白日から入ったわけじゃない。で、キングヌーって曲はかっこよかったり、ちょっとおしゃれっぽいところもあるのかな、芸術的なところもあったりするじゃない。
だ曲だけ聞いてて、まあそういうイメージでいたんですけど、娘がね、なんか M スタに出た時のやつを見たかったって言ってたいう話をしてたんですよ。なんかすごい面白かった、話題になったみたいで見たかったと。あ、M ステとか出る人なんだと。なんかああいうのには出ないっていうような、なんかね、テレビなんて出ねえっていう人たちかなと思ったら、あ、出るんだ、うん、と思ったら、ただ出ただけじゃなくって爪痕を残そうと、例の井口さんではなくて井口が出てきてですね、階段をすごい降り方をするというのをやっておってですね、これ後から YouTube とかで見たんですけど、まあ気が狂ってるのかなというような感じですけどね。で、その伝説になってるわけですわ。だからその紅白に出たじゃない、年末にね。その時もやっぱりラジオとか、やっぱ Twitter とかで、今度は階段をどんな風に降りるんですかとかねいろいろ言われてて、でラジオとかでもその井口さんがさ、井口さんなのか井口か分かんないんだけど、もう階段、今度は階段別に降りないよ NHK じゃと振りじゃないよみたいな感じでね、もう爪痕残そうと思ってあんなことをしたばかりにずっと言われるっていうことをずっと言っててさ、で紅白はまあ比較的おとなしかったじゃない、まあ、緊張もしてたっぽいしで、あ、もうだいぶ売れてきて、もうそんなことしなくてもよくなったんだなと、うん、思って、だからまあある意味期待せずに M スタは曲を普通に見ようと思って、見たわけですよね。さあここまでが前振りですよ。で、まあ、セレモニーのね、出たばっかのアルバムの CM とかも途中に入りながら、あ、いつ歌うのかなと思って息子と二人で待ってたら、目に飛び込んできたのはひな壇の一番後ろに座ってる、あのティーネージャーフォーエバーの最初に走ってくる格好と全く同じ姿の井口ですよなんかキングヌーだけ変な空気をまとっておってですね、一番後ろでなんか他のアーティストだとちょっと一線を隠していてですね、で井口はそんなタンクトップに短パンに、トイレであるような便所サンダルどうで、常田さんはさ、そのロシアに行った時の格好ですっごい防寒具で、石油もね、あのミュージックビデオの中で、スカイダイビングしてたけど、そのスカイダイビングの時の格好みたいな。で新井さんだけは結構まあまあまともな格好だったかな。うん、新井さんはね100万円で、なんだっけ、お母さんに車プレゼントしたんだっけ、あれ新婚旅行だっけ、それどっちがどっちだ、あ、お母さんに車かな、石油が新婚旅行かね。まあ、このビデオ見てもらったらいいんだけど、井口は井口はフィリピンで豪遊っていうねまあイメージ通りな感じで、まあまあみんなだからバラバラな格好なわけよ。特にそのタンクトップとロシアに行った時の格好が並ぶとこの違和感ねもうなんかすごい格好のやつがいると思ってで、パフォーマンスもなかなか綺麗とってですね、もう笑いに笑いましたよもうおとなしくなるのかなと思いたら、そんなことはなくある意味階段よりも面白かったいやー、だからね、もう笑った笑った、なんか、あ、正直あの M1 よりも笑いましたね私ねすごい面白かった、曲はいいんだけど、パフォーマンスもなかなか良かったんだけど、うん、結構ねアドリブも入れて、はい、ライブ感もあって、まあもうちょっと音響がいいといいけどな、はい、面白かった。いやー、まあある意味いろいろ掴まれましたよ。でアルバムも何回も聴いてますしね、ヘビーロテで聴いておりますし、はい、非常に楽しませてもらいました。その裏話とかをまたラジオで話すんじゃないかなというのも、楽しみですよ。はい、どうでしょう、キングヌーなんかね、すごい人気というか、アップルミュージックのランキング、アップルミュージックのランキングがデイリーなのかな、でまあ、本人がたちがツイッターでなんか出てたんだけど、もうアルバムの曲がドハーッと上の、もうランキング1位から10位までのうち、2位とかにオフィシャルヒゲダンディズムとか、
あともう一個ぐらい入ってたかな。もうヒゲダンとキングヌーがガーってあって、あと途中あのリサ、あの鬼滅の刃の主題歌歌ってる人とか、もう紅白組ばっかじゃんみたいな感じのランキングでしたな。はい、ということで、キングヌーおすすめです。何でもよくわかんないけど自分はね音楽も好きだけど、音楽以外のそういうなんでしょうね、もう面白いもう行動が面白い、いやいいですよということで、まあ取りまとめはなかったけど本当に笑いましたんで、はい、まあアルバムもね、あそうだ、アルバムの話もちょっとしようかな、長くなるね、久々に長いですけど、アルバムもね、あの何遍も聞いてて、出だしのねドローンとかティーネージャーフォーエバーあたりはもともと聞きたかったというか好きだったんですけども、けど一番好きなのがね、後半にあるシングルカットされてないオーバーフローって曲かなという感じです。で、まあキングヌーの音楽的な、まあまあそれはいいやで聞いてると、最後開幕で最後閉幕で終わるんだけど、閉幕閉会式の1個前にね、壇上っていう曲があるんですね。でこれだけがちょっとねアルバム通してちょっと違和感があるというか、ちょっと感じの違う曲なんですよ。で歌も、井口さんは歌わず常田さんが一人で歌ってるような感じ。最初は本当にピアノとボーカルだけだったかな、うん、で結構もうなんかそうだな、歌詞中心というか、もうなんか独白的な感じの歌かな、うん、でねこれがね、アルバム通して全ねなんかちょっと感じも違うし、うん、ある意味、まあ、浮いてるってことはないな、そっから閉会式につながるのは結構スムーズなので浮いてはいないんだけど、あなんでこれが最後かな的なとかね、ちょっと引っかかりはあったんですよ。で、あのそんなにむちゃくちゃ好きな曲調とかじゃないけど、なんか気になるっていう感じで聞いてて、あ結構歌詞って意味があるのかなっていう感じはあるんだけど、なんかインタビューを見たらさ、結局今回タイアップばっかじゃない、だから一曲一曲勢いがあって、ねえあのクオリティも高いんだけど、なんかアルバムにした時にまとまらないというか、なんか変に偏っちゃってるっていうのが本人たちすごい感じてたらしくて、まあ全楽曲作って常田さんとかもなんかもう変に偏っちゃってて、なんかアルバムで出したくないなぐらいな感じだったらしいんだけど、だからさなんか最後どうまとめようかっていう、で最初壇上は入る予定じゃなかったんだけど、もう最後の最後締め切り何日か前にやっぱりこういうのが欲しいっていう形で急遽曲書いて撮った曲らしくって、それも、ある意味ねもう走り切った2019年ね、で、もうある意味紅白終わって12月31日でキングヌー解散したとしたらというような気持ちで書いてくるらしいです。まあ、解散はしないんだけどねそんな感じの気持ちで書いた曲らしくって、それはねやっぱりね最後なかなか締めてくれるというか余韻を残してくれるというか、だから、ね、まあ私昔からねアルバム通してアルバムを頭から最後まで通して聴きたい派だったんだよ。最近はなんかいろいろね一曲一曲聴いちゃうというか、あんまりアルバムで聴かせてくれるアーティストも減ってる気はするんですけど、もともと私レッドゼッペリンが好きなんで、ジミー・ペイジとかね、ジミー・ペイジなんてだって、曲出してベストアルバム出すときに自分が立ち会って、リマスタリングしつつ曲の並びもこだわって、曲と曲の間の秒数とかもね、あもうちょっと長い方がいいな、もうちょっと短い方がいいなとか、曲間の秒数とかもこだわって作る人なのよ、ベストアルバムでさえも。そういうので来てるから、こうなんだろうな、だから今回のセレモニーはアルバムの並びもね、うん、この幕開途中に入ってくるところも含めすばらしいです
はい、で井口さんで成りを喋って井口が出てくるのもその辺あたりのギャップも含めて、かなりおすすめです。ラジオ聞くとラジオ聞いてほしいね下ネタ満載だけど、はい、もうしょうもないけどラジオ聞いてほしいねということで、はい、ポトフでした。ただただキングヌーについて話してみましたということで、じゃあね。